それでは。何か。やりましたね。やりましたね。おめでとうございます。やりましたね。応援し、ています。
それ何飲んでんだ。楽しいな。楽しいね。また来るぜ。また来るぜ。楽しかった。やだ。またね。ちょっと飲み過ぎた。飲みましたね。どちらまで行く。それでは。飲んでるか、ナンバー。おお、一番。ちょうどよかった。お前に話があるんだ。なんだよ、かしこまっちゃって。ちゃんと謝りたくてな。お前に嘘をついてたこと。偽札を追ってた件か。ああ、すまなかったな。いいってことよ。弟さんも無事に解放されたし、終わりよければ全てよし。で、ただ少し気になるのはどこまでが本当の話かってことだ。例えばお前が看護師だったってことは。そいつは正真正銘本当だ。じゃなきゃお前の傷の手当てなんかできやしないぜ。そうだよな。なら病院の薬を盗んで横流ししてたってことは。それがバレて看護師免許を剥奪されたって言ってたよな。それに関しちゃ、まあ本当でも嘘でもあるな。どういうことだ。この話をするのはお前が初めてだ。ちょいと長い話になるが構わねえか。ああ、話してくれ。俺は小学生の時にナイチンゲールの伝記を読んで看護師になろうと決めたんだ。彼女のように人の役に立てたらどんなに素晴らしいだろうと思ってな。だが実際看護師になってみると、夜勤は眠いし、患者のわがままには振り回されるし、しんどいのなんのって。次第に俺は仕事の手を抜くことばかり考えてな。ナースコールが聞こえないふりをしたり、サボって昼寝できる場所を探したり、すっかり初心を忘れて40手前になった頃だ。新人の看護師で水江って子が病院にやってきた。彼女は自己紹介でナイチンゲールに憧れてと言っててな。難波と同じだな。きっかけは同じでも俺とはまるで違ったよ。水江ちゃんはどんな患者の声にも真剣に耳を傾けて一切手を抜かねえ。その上いつも笑顔でさ、まるで天使みてえな子だったよ。惚れたのか。バカ言え。向こうは23歳の花盛りで、こっちは40目前のおっさんだぞ。問題ねえって。ナンバーは見た目よりずっと若く見えるしよ。嘘か。おお、20代前半、いや10代に見えてもおかしくねえ。嘘つくんじゃねえよ。すまねえ。まあ冗談でもちょっと嬉しかったけどな。
で、その水江ちゃんと何かあったのか？うん、それでよ、水江ちゃんを見てると俺にも看護師を志した頃の熱い気持ちが蘇ってきてな。今一度真面目に仕事に向き合おうと思ったんだ。そいつはいい兆候じゃねえか。だけどこっちはもう中年だろ、体力がかなわねえ。ある晩夜勤に入ってると猛烈に眠たくなってな、こっそり仮眠を取ろうとして病院の裏庭で横になったんだ。すると背後で物音が聞こえた。振り返るとそこには倉庫があってな、病院で使う薬を保管している倉庫だ。そこから水江ちゃんが出てきたんだよ。薬の補充か？ナンバーはサボってんのに水江ちゃんは真面目だな。いや、俺たちの病院じゃ薬の補充は薬剤師しかできない決まりになってるんだ。俺や水江ちゃんは看護師だ。倉庫に入ることはねえ。だったらなんで水江ちゃんは倉庫から？あの頃病院内には妙な噂が流れていてな。妙な噂？倉庫に保管してる薬の数がリストと合わないんだ、まあ、そこで誰かが薬を盗んで闇で横流ししてるんじゃないのかってな。まさか水江ちゃんが？ああ、倉庫から出てきた水江ちゃんの手にはしっかりと薬の箱が握られていたんだ。なんで水江ちゃんが薬の横流しなんて？話には聞いていたが、水江ちゃんの親御さんには借金があったらしくてな、彼女は給料のほとんどを渡して返済を手助けしてたんだ。だけど借金の額は一看護師の給料じゃ返しきれないほど莫大だったんだろう。じゃあ彼女は返済を助けるために薬の横流しを？ああ、俺は水江ちゃんが薬を盗み出すところを目撃しちまったってわけさ。だが水江ちゃんの方は俺が見てたことに気づいていなかった。こんな時一番ならどうする？水江ちゃんを追いかけて捕まえるってのが正しいんだろうけど、彼女は望んで犯罪に手を染めるような子じゃないんだろう。ああ、親御さんのためにやむを得ずやっちまったに違いねえ。それに薬の横流しは犯罪には変わりねえが、誰かを痛めつけるような罪じゃないしよ。横流しが発覚して彼女が病院をクビになれや、借金返済は一層遠のく。それを考えるとどうするべきなのか悩んじまうよな。お前も俺と同じタイプで嬉しいよ。結局俺はどうすることもできずに黙って彼女の後ろ姿を見送っちまったんだ。この世にたった一人だけ許される犯罪者がいるとすれば水江ちゃんに違いない。そう信じて何も見なかったことにしたんだ。その後水江ちゃんは？倉庫で水江ちゃんを見てから少し経った頃だ、院長が薬の一件に関して警察に盗難届を出すと言い出したんだ。それまで警察には届けてなかったのか？ああ、病院のメンツに関わることだからなるべく内々で解決したかったんだろう。だが一向に犯人が見つからないことにしびれを切らして、ついに警察へってわけさ。警察の捜査が入るとなると水江ちゃんは犯人だとバレるのも時間の問題だ。逮捕されれば前科もつくし新聞に名前も出る。まだ若い彼女にとってそいつはあまりに酷だと思わねえか。それに比べて俺はどうだ、中年の独身男、どんなに心を入れ替えても今さらナイチンゲールのようにはなれねえ。こんな俺が残るより彼女が残った方が医療業界のためになる。そう思わねえか？もしかしてナンバー、お前？ああ、
俺が名乗り出たよ。薬を盗んで転売してたのは俺ですって言ってな。それでナンバは看護師免許を剥奪。うん、当然病院もクビだ。そこまでして水江ちゃんのことを。その後彼女からは何かなかったのか？電話とか手紙とか？特にねえよ。俺が住んでた独身寮もクビになった日に追い出されちまったしな。後悔はしてねえのか？それからほどなくして弟の失踪事件が起きたんだ。仮にクビになってなくても自分から辞めてたさ。後悔なんてしてねえよ。強いて言えば水江ちゃんが海外に旅立つ際には見送りに行きたかったけどな。海外に旅立つ？うん。水江ちゃんは医療の発展しない途上国に渡って一人でも多くの命を救いたいって夢があったんだ。まさにナイチンゲールだな。うちの病院は海外派遣制度っていうのがあってな、3年以上働いた看護師が利用できる。水江ちゃんは今年で3年目。きっと制度を利用して渡航するはずだ。それなら見送りくらい行ったっていいじゃねえか。無理だよ。いつ経つのか日にちもわからねえ。看護師時代の同僚に聞けば渡航の日にちを教えてくれるだろう。バカ言え。俺は薬の横流し犯のレッテルが貼られてんだぞ。今さら同僚に連絡できるかよ。ちょっと二人さん、深刻な顔しちゃって何の話してるのよ。どう、さっちゃん、だいぶ飲んでるみてえだな。まあね。それより教えなさいよ、何の話してたのよ。ナンバのホームレス体験記ってのが壮絶でな。ホームレス体験記？なんせ家がねえから便所がねえわけだよ。腹壊して下痢なんかした日に。汚い話ね。もう少し色気のある話でもしてるかと思ったのに。本当に男っていくつになってもバカなんだから。気回してくれてありがとな。いいってことよ。まあいつか最後にも打ち明けるよ。ただしあいつが酔っ払ってねえ時にな。間違いねえ。ハン・ジュンギ、一人で飲んでんなら付き合うぜ。そうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。そういえば春日さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。ん？なんだよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか偉人町にハン・ジュンギがいると聞きつけてきたようで。それってどういうことなんだい？まだ詳しい情報はありません。今はただ不審なものがいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。なるほどな。俺も十分注意を払っておくよ。ご迷惑をおかけします。気にすんなって。この話サッちゃんやナンバには？いえ、まだ話していません。なら不審者の正体が明らかになるまで黙っておこう。ちゃんと説明できるまでは余計な不安を抱かせたくないからな。実に冷静でクレバーな判断ですね。あんたの予想じゃその不審者は何者なんだい？確たる根拠はありません。が
人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃあ、あんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう。彼らにしてみれば、死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合、彼らの目的は私への制裁です。制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう反順義じゃないって素直に影武者辞めりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。だいたいいつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元のやつに戻しちゃえよ。名前はともかく、顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいいけど、油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。たく、すました顔しやがって。少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえって。いらっしゃい。ありがとうよ。テンション上がりますね。
ンビニでなんか買おうぜ。ポテチ食うてえな。ポテトチップスもたまにはいいですね。私のり塩が好き。男は黙って薄塩味だ。分かってませんね。そこはコンソメでしょ。分かれたな。足立さんは何味が好きなんだい？俺は胃がもたれるから量が少なければ何でもいい。昔は一袋余裕だったんだがな。ああ。みんな好きなものをそれぞれ買っていこうか。そうですね。美味しく食べられる今のうちに。おい、しんみりすんじゃねえ。俺はまだ食えるぞ。無理しないで。今度ふかしいも作ってあげるから。余計傷つくから変に気遣うのやめろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
消せろ。勝てると思ってんのか。セーレア。プレゼント。とっておきだ。ラウラウちゃうや。はあ、え、あ、いや、なん、合言葉を間違えた。冷やかしなら帰ってくれよ。もう、ん、もう、ラウちゃうちゃうや。お前、それをどこで。いや、知り合いから聞いて。なあ、わかった、外で待っていてくれ。わかった。ん？なんだ？お前ら。あんたをチャウさんに会わせていい人間か試させてもらう。悪いが決まりなんてな。ちん、やっぱり一筋縄ではいかねえか。さあ、あんたの腕前見せてみろよ。邪魔すんじゃねえ。軽くひねってあげましょう。セーレア。やってみよう。やだ。行くぜ。俺の番だな。これだ。どうして。これで逃げるなら今のうちだ。とっておき。強くなった気がするぜ。上の男、さらに強くなれましたね。強い。降格だ、客人。あんたが伝説の裏武器や。喧嘩橋近くの川沿いで待っている。お礼に用があるならそこに来い。わ、悪かったな、お客さん。こういう決まりなんだよ。気にすんな。伝説の裏武器屋に会うんだ。それくらい覚悟してたさ。あんたならいつでも歓迎するぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
腰が張るぜ。それでは。いらっしゃいませ。いただきます。この赤ワイン、豊かなアタックですね。シルクのような舌触りとグラマラスなボディ、素晴らしい。アタック、グラマラスボディ、何のことだ。よくわからねえが、グラマラスなバレーボール選手がこの店に来てんじゃねえのか。マジか、どこだろう。さっきから何をひそひそと話しているのですか。いや、ナイスバディなバレーボール選手が店に来てるって。え、どこです。いや、あんたが言ってたんだろ、アタックとかグラマラスとか。ああ、あれはワインの表現ですよ。アタックは一口目の印象ですね。グラマラスもワインの香りや味わい深さを表現するときに使います。フルボディなんて言ったりもしますね。ちょっとキザな言い方でしたかね。いや、まあお前さんが言うと様になるな。いや、ただ俺らみたいなのがよ、グラマラスでフルボディだって店で言ったらセクハラになりそうで言いにくいな。俺らって。そんなことないと思いますよ。昔からの表現ですし、悪い意味で使っているわけでもないですからね。そこで騒ぎ立てるのは野暮ってものですよ。そうか、よし。じゃあ店員さん、グラマラス一丁。すみません、その言い方は多分ダメです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いい酒だったな。よ、あんた、この前の監督が全部ゲロったよ。え、もうすぐ記事になってあんたへの風評被害も終わる。これで球界復帰できるな。
よかったじゃねえか。いや、あれはやはり俺が悪いんだ。プロの選手にも戻るつもりはない。なんでそこまで意固地になるんだよ。確かに監督に指示されたのは事実だ。だがそれを断れず実行したのは俺自身だ。監督が何を言おうと、俺が実行しなければ事件は起こらなかった。野球ってのは神聖なものだ。俺は野球を裏切った。世間がどう言おうが、俺に野球をやる資格はない。花山という素晴らしい選手を潰してしまった、俺なんかにな。おいおい、人を勝手に潰れたなんて言わないでくれよ。あ、花山相変わらずの頑固者だな、安西。花山、本当に申し訳ない。安西、俺はお前の大切な野球を奪って、どれだけお前が野球を好きか知ってるはずなのに、本当にすまなかった。だからさ、勝手に人を過去の人みたいに言うなよ。俺は潰れてもいねえし、お前に野球を奪われてなんかいねえぞ。確かにまだ痛いけどよ、俺は絶対にこの怪我治してまた球場に戻ってみせる。俺が治らねえとファンも悲しむし、大事な友達もずっと暗い顔したままになっちまうからな。花山、お前が戻るのか戻らないのか、それはお前が決めればいい。だが一つだけ覚えておいてくれ。俺は復帰したグラウンドにお前がいてほしいと思ってるってこと。花山、うじうじしてても償いにならないぜ。償いたいならプレーで償いよ。お前は野球選手なんだから。ほら顔を上げろよ安西、気にすんなって。また野球やろうぜ、一緒にまた這い上がろう。なんでお前は俺なんかを許してくれるんだ。だって俺たち友達だろ。花山、ありがとう。最近涙腺が緩いぜ。
らっしゃいませ。ありがとうございました。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。